はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。モンハンクロス、では今回もやっていきましょう。今回は星2の緊急ですね。村クエで緊急は鉄かぶらになります。鉄かぶら自体はね、そんなに問題ないと思うんだけど、いかんせんね、防御がね少ないんで、ちょっとね変えました。ハンターシリーズになってます。ハンターシリーズたらね全部買ったやつだからね、その素材集めて作るっていうのはまだね、そこまで時間かけてやることかなっていう微妙なところがあるんで、で食事もやっていきましょう。まあヒットポイントを上げていくと。で武器は前回から変わってないです。乗りが発動してるんで、まあ1回できれば2回乗りたいですね。だいぶ楽なんで乗れれば。古代文字か。至急閃光玉がありますね。これ有効活用していこう。で携帯食料は速攻で食って、で結構減るんでね、回復薬グレートは一応持ち歩いてます。蜂蜜はね持ってきてないです、調合用ので。あとは罠がありますね、しびれ罠。一応対鉄かぶら用に使いますか。落とし穴は持ってきてないです。でまずは閃光玉で、まあ、鉄かぶらに閃光玉とか使ったことないからな。ちょっとこいつでメーター貯めていきますか。あとは鉄かぶら探しですね。ちょっと何番にいるのかわかんないので、まあ、探していきましょう。いた、7番ですね。まあペイントはかけておきますか。べっちょり、そうか、こいつバインドボイスあったな。よいしょ。めまいもね、やばいやべ、これ普通の状態で結構食らうな。やっぱりちょっとあんまり無理はしない方向でいかないと、防御重視でいかないと。防御重視ってなんだって感じだけど、あんまり無茶はしない。そっか、閃光玉か。閃光玉効くんだねこいつ。ちょっと向きがあれなんで、これいいんじゃないこの時は。岩が邪魔して見えないと思うんだけど、入るかなこれ。ちょっと距離的に微妙だけど、よし入った。ほら、おーりゃ、結構長いな閃光。よし、これは硬い、やばい、おりゃ。もう一回閃光玉投げられるな。でもちょっと溜めてからしよう。やばい、緊急回避にセットしとこう。緊急回避はねそこそこ結構早く溜まるんで、ここ段差があるな。ちょっといけんじゃない、おりゃ。溜めてから乗りたいな。これやばいやばい、クラフトやばい。この岩食らうと多分ちょっとねダメージがまずいと思うんで。今怒ってるこいつ、やばい。こういう時に緊急回避じゃなくて絶対回避か。まあ、3溜まってればなんとかなるでしょう。段差のところに行って、こっちか、届くかなこの段差。おりゃー、よーし、いけ。おっと、いきなり怒ってる。サク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 、これノリの効果が発動してんのかな。なんかだいぶエフェクトが多いけど、食事のノリスキルみたいな。これはしかも顔を狙っていきたい。
攻略くーらえ、とりゃー、ほい、やばい、おー、食らったか。ちょっとよ、一発一発が厳しい、絶対回避。ハリウッドダイブこれみんなあの、なんて呼んでますと、ダイブするやつ、なんかね、どっかのねサイトでねハリウッドダイブって書いてあったんですよ。そっからねそれ使ってますね。なかなかいい名前ですよね。おーきゃー、そう、ちょっとねチャージアクスの使い方も思い出してきたんで、大回転属性切りみたいなのがやばい、これ危ね。閃光弾を使ってやるか。あ、あっち向いちゃった。あ、大丈夫か。これで行くぜ。あれ、全解放技が使えない。あ、逃げてったよ悲しすぎる。痛いなあ。きっちり罠にはめたときにやるか。お、逃げてったか。携帯砥石を使ってこうこうこうのこう、よし、今これで光ったんで、あとはちょっと貯めないといけないんで、またかてえな。よし、ここら辺でいいか。あ、今お腹空いてんだな。さあこっちへ来い。はっはっは、バカめ、くーらい、勝て勝て、マジ勝ったいんだけど、やばい、ちょっと、お、逃げろ。おりゃ、今ダッシュを叩き込む。こいつ、そりゃ一回ピヨったっけ、三段で。おお、いって、逃げろ。絶対回避使いこなせれば結構いいかもしれないな。溜まりが早いんですぐ使える。まあ本当はね下画面に乗ってるんですけど、下画面はちょっと外しちゃったんで、今回は上画面だけですね。いいね、さすがに今溜まってないからな。うわ、そうか、これあれか、スタミナがなくなるのか、まずいっしいや、かなりピンチしたね。ちょっと体勢を立て直しましょう。砥石で研ぐか。携帯食料も食っていきましょう。あとなんか罠的なのはもうないよな。よし、行くぜ、リベンジだ。エリア移動したか。乗りたい、そういえば俺は。お、飯のタイム。牙を
おりゃ、ピンがない。逃げろ。お、なんだ、毒毒落とし穴にあとか言ってきたんだけど、マジで落とし穴、すげえ、初めて見たんだけど、これ、こっち来い、鉄カブ、こっちへ。岩が置かれてるぞ。ってかすげえ微妙なとこに置いたな、あいつ。そもそも行ってひどい。回復薬飲もう。さあこっちへ来るのじゃ。あれ弱ってる。落とし穴意味なかったな、まあ、俺が使ったんじゃないからいいけどさ。まあ、寝るまで待つのはちょっとめんどくさいんで、もうこのまま行きましょう。牙もう一個壊れてないな。ちょっと頭狙うのはな、危険だしな。と言いつつ狙う。ちょ、これはやばいやばいやばい。あー、しかも腹減ってんのか。オーレン、これをこのまま。オーレン、なかなか狙うの難しいな、この牙に。くらえ、よし。ただ欠点として溜まってないっていう。よし、サブターゲット破壊。そろそろ死んでもおかしくないぞ。もう待て、逃がさん。逃げられたか。だがもう時間の問題だ。トイレ行こう。8番と7番を行き来してんなこいつ。違う、あれが切れてる。あの罰はあれか、罠か。何番に行ったんだ、わかんねえ。ここか。寝てなかったのか、お前は。まだいい加減に寝てろ。やばいやばいやばい、逃げる。おお、やばいやばいやばい。だからこれで終わりだ。決める、フィニッシュ。全然フィニッシュならない。よし、かなり強引に押したな最後。やっぱりちょっと防具の替え時っすかね。そろそろ星3になってくると結構強いモンスターとかも出てきそうなんで、ちょっと次やるときは防具と武器を整えてからしっかりやっていきましょう。さ、ホリホリの時間だ。石ころ、大地の結晶。てかさ、鉱石がないんだよね。なんちゃらかんちゃら鉱石みたいな。ベアライト鉱石だっけ、あれが欲しいんですけど、どこにあるか分かんないんですよね。あとどっかないかな。あとこっちにある。あ、金がある、金が。って言ってもここから取れるのはな、たかが知れてるからな。クエストクリア。これで村長クエストも星3ですね。まあまあかな。
見てないけど。鉄かぶら。食材リスト、ディノプロシュート。食材リスト、ペルナス。じゃあこいつに話して、竜歴院のハンターとの、よくぞ戻られた。無事で何より。これでまた古代林での調査も円滑に進むことだろう。ハンター殿の働きで竜歴院から新たなクエストが届いた。クエストカウンターで星3のクエストを受注できるはずだ。それから私からの例としてペルナチケットを送らせてもらおう。加工屋などで役に立つはずだ。さてハンター殿、クエストから戻って早々にすまないが、一つ耳に入れておきたいことがある。最近古代林を訪れている竜歴院の調査隊や村人から妙な噂を耳にするようになった。新モンスターですかね。森の奥から時折まるで刃物を研ぐような轟音が聞こえるとな。詳細は不明だが面妖なことだ。調査隊から新たな情報が入り次第ハンターにも伝えよう。 OK だ。ちょっと星さんのラインナップを見てみましょう。河津の油、あ、そういうありましたね。鉄イアンクックがいるな。鉄かぶら、イアンクック、大名ザザミもいる。あ、ここら辺からちょこちょこやっぱりそれなりのモンスターが出てきてますね。ここからまた増えてきますからね、クエスト自体は。 OK。はい、というわけで、村クエ星3に上がったところで今回は終了したいと思います。